福本豊か、馬に勝つ。こちらの気の良さそうなおっちゃんは、福本豊かといい、阪急ブレイブスに所属していた、誰しも知る足のスペシャリストです。身長169センチ、体重68キロと野球選手として憧れながらも、実働20年で通算安打数2543本、ホームランは200本とパンチ力もあり、さらに現在でいうゴールデングラブ賞のダイヤモンドグラブ賞を12回受賞で最多記録、殿堂入りを果たしている紛れもないレジェンドです。なんといっても福本の特徴は盗塁の数で、通算盗塁数はダントツ1位の1065個、2位は596個なので、この数がとんでもない数だということがわかります。さらにシーズンの盗塁記録として106個を記録し、その次の年も95個、94個と狂った数の盗塁を記録、最多で最強の13年連続で盗塁を獲得しています。1065個の盗塁を決めているが、実際はあまり足は速くなく、スタートの速さや投手の癖を盗むなど研究を熱心にしたことによって積み上げた圧倒的努力家で、その結果三盗は簡単、左投手の方が走りやすい、転生するときは見たらわかるなど、一般には理解できない気に達してしまいます。そんな状況をした福本がさらにとんでもないことをしでかします。それは競争で馬に勝ってしまうということです。ファンの感謝イベントにて福本と馬を競争させるという人が考えたとは思えない企画に参加させられた福本は、馬と 50m 競争することになりますが、馬がスタートに遅れたこともありバチクソ発症してしまいます。福本は楽勝でしたとファミサのピノもびっくりのコメントを残し周囲を伸びさせます。そんな福本豊は晩年まだ引退するつもりがなかったのにもかかわらず、当時の監督が間違えて今日で辞める山田福本と言ってしまったことにより野球を辞めることになってしまいます。それが馬にも勝つが監督の一言で引退に追い込まれた男、福本豊です。